ハライチの岩井ゆきです。サビューです。この時間 TBS ラジオから全国16局ネットでハライチのターンをお送りしておりますはい、はい。この間、あの、仕事早めに終わって、はい。まあ夕方ぐらいに。まあ、飯行きたいなって思ったんですけど、うん、やっぱ一人で行けないタイプの人間なんで。岩井さんね。うん。まあ、誰かと行きたいなっていうことで、誰かに連絡しようと思って、ね。はい、そうだと。うん、大悟さん連絡してみようと思ってね、うんうん、千鳥の。たまにね。そう。うん。 行かせてもらっているから、うん、大悟さんからよく誘ってくれるからまあ俺からも誘おうと思って誘わせてもらったら、うん、電話したら「あのいやーちょっと沖縄やねん今から」みたいな感じで「あそうすかすいません」<ー>みたいな、うん「また今度にします」うん、って言ってきて、うんうん、そうなってくるとあのもう後輩に電話してみようかなって思、うん、って「こころ」ってね<ー>あの後輩コンビの、えー、と山出屋 かわいがってるね、岩井が。山でや、あの、すごい、がたいのいいね。もともとヤンキーの。山でやにね。あの、電話したら、行きますって。行けますって言ったら、あ、じゃあ、まあ、19時ぐらいに、どこどこの駅で待ち合わせよう、みたいな感じになって。で、電話切って、で、まあ、その19時ぐらいに、その、駅に行ったら、山でや行って、おーって言って、お疲れ様です、みたいな。で、何食いたい 山田に聞いたら「いや焼き鳥っすかね?」みたいな「焼き鳥<ー><ー>好きなんで」みたいな「あオッケー」って言って、うん、だから俺食べログ好きだ食べログで調べて、うん、で「あ点数いいここの店あるじゃん」うんうん、で「店行こう」って言って向かってる途中で「うん、あ何今日何してたの?」って言ったらあ「彼女といました」 そうそう。ま、いったなんかさ、広島から連れて帰ってきた彼女の。なんかあったね。の事件があったんだよ。そうそう。そう。そっからまあなんか同棲してるから。うん。で、え、彼女といたって、それ大丈夫だったのああ、いや、確かにね。うん。え、彼女といたんだったら別に言えばよかったって言ったら、いやいや、まあまあ、あの、なんか今日、なんか俺の誕生日で、あの、一緒に行っただけなんで全然大丈夫です。えうえ、お前何え 今日誕生日なのお前。って,て。おいおいはい。い。とか言って。いや、言えよって。<laughs> 言えよー言えよで来んなよ <laughs> 来んなよお前って。お前、彼女といてやれよっていかれてんのかお前。って言って。すごい後輩だな。うんいや。いや、明日なんか、ちゃんと出かける予定だったんで、大丈夫なんですよ。みたいな。 言うね。うね。や、山出屋さ、やっぱ上下関係しっかりしてるから。まあ、ヤンキーってね。そう。来ちゃうんだよね。うん。で、えって、えでも大丈夫なのつって、いや、大丈夫っすよ。や、っちゃうな、それ。いや、これ待ってよと思って、え、これ、俺から誘われた時に、もしかしたらだよ。山で屋の中で、いや、岩井さん誕生日に、なんか、知ってくれてて、知ってくれようとしてるんであれば、 これ、もう聞くのも野暮だし、ああ行かないといけないからっていう、気持ち発動しちゃってないって。だから断れないっていうね。いや、ちょっとごめん、山でやごめんって。何も用意してないんだこれって。<laughs> ごめんよ。知らなかっただけなんだってなったんだけど。うん、うん。でも本当え、大丈夫かお前、ね、帰らなくて大丈夫かって。そうね、うん。いや、でもあの、彼女と、うん あの、いたんですけど、うん、彼女もこれからなんか友達と飲み行くって言ってたんで、うん、か大丈夫かって、うん、本当かって、本当かなそういうことにさせてちゃっちゃってない山根屋にって。うん、<laughs> 気を使わせるためにで、なんか山、山むしろ、山根屋が先輩と飲み行くから、うん、もうなんか、私もなんか友達と飲み行くね、みたいな感じになっちゃってね、<ー>ご,めごめん、山根屋ごめん 本当に高いな。高温出山でや。<laughs> いや、本当何食いたい山で何食いたい尽くすしかないね。うもう山でやにね。好きなもん何でも言ってくれって言ったら、うん、いや、だからあの、焼き鳥だよう、ね、<laughs> そうね。<laughs> さっき言ってたからね。これも、あのー、もしかして、うん、 誕生日ってこう、気づかれたら、なんか、高いものをおごってくれようとしちゃうから、もともと焼き鳥って言ってたんじゃないのごめん、山田ごめんこいつうるせえなごめんね。心の中の、こいつうるせえなって。ごめんね。で、やや焼き鳥とかいいか寿司はいや焼肉はどうだって言ったら、いや、本当にや焼き鳥が好きなんですよ、俺って。 ごめん、やばねごめんって。焼き鳥好きとかいうことにさせちゃって。じゃあ好きなんじゃないもう。ごめん、って。じゃあ焼き鳥買って。でもさ、あの、焼き鳥屋の高いところなんか違くないなんか。まあ、美味しいけどね。なんか、本当に焼き鳥食べたいんだったら、焼き鳥食いたいっていう気分の時、本当に焼き鳥干してるって気分の時に、高い、なんか、皿で一個一個出てくる焼き鳥屋のやつ、違くないまあね。うん。なんか、 ドバーンってね。そう。思ってる時はなんかそこじゃないから、うん、結局安いところになっちゃうよってなってごめん山田の 安いとこ、安いとこになっちゃうって。う安いとこになっちゃうって。うん。安こにって。うすればいい。うで、食べログで調べたんだよ。あいいとこずれてやろうと思って。点数高いとこあったっつってね。うん。で、そしたらもう行ったの。うん。そしたらもう予約してないから、店パンパンで。もう入れなくて、もう今ちょっと満員ですって言われちゃって。ごめん、山でやごめんごめんね。それはそうよ。うん。で、その、 店の上に、うん、ね、うん、あのー、もう一個点数高いところがあったんあ。おぉそこを、ね、じゃ一回行ってみようって言っで、エレベーターだかって行ったら、もうそこは入れたんだよね。およかった、うんで。でもそこの、ギリギリに入れて、うん、パンパンにそこも混んでたの、ね。うん。うん。ただ、あの、 入れたんだけど、ここどうぞって言われたとこは、入り口の、もう本当目の前の、人通り一番あるとこで、あごめん、やばそれはもういいよ。なしょうがないから、それは。ね、って言って。で、焼き鳥とさ、レモンサワー頼んでね。で、ふと周り見たんだよ。そしたらもう、客層がさ、もう若くて、もうカップルとかいうのばっかりなの。で、めちゃくちゃガヤガヤしてて、なんか俺たちがいるよ。 <laughs> ようよなな雰囲気って起こるじゃなくてご,め山やごめん、山で <laughs> ごめんって言ってね。<laughs> <めん> <laughs> で、さ、焼き鳥うまいけど、ちょっと居心地悪いなってなって、3本ぐらい食って、もう違う。次、次、凍って言って。あら、早めに行く。山でごめんねって言って。こ,ここでよ、ごめん、山でごめんって。ごめんに出してんのそれもう。<laughs> だってね。で、さ、出たら出たで、もうほんとどこも凍っててさ。 やってないんで、もう断られちゃって。そうか。ごめん、山でごめんって。うん。二軒ぐらい断られちゃって。うやばい。結構歩いちゃってるよね。ごめん、山で。ごめんねって。誕生日に結構歩いちゃってって言ってるのそれ、もう。山で。で、やっと入れた海鮮の店。う焼き鳥食いたいって言ってたのに、ごめんね。そこ変わっちゃうかいごめん、山で。海鮮になっちゃってって。 何ないよ。<laughs> それも調べて、でも食べろくで調べて。それ、点数結構いい回線、ね、のああでも、何でも、好きなものを頼んでくれって言って。ああ <laughs> うん、でも、そんなもう、いいっすよ、岩井さんって言って。ああもう、気使わさっちゃってるって。<laughs> ごめん、山根、ごめんね。ほんと、好きなもの頼んでくれ。<laughs> これどうだこれ、これ、食べたいだろうって言って、<laughs> あの、ローストビーフにウニ乗ってるみたいな。<laughs> <laughs> ビラ <laughs> <港>な、ク、ビラトがジューシーがしてあげてるんてたよな。下品な高いやつもう,も,うも,うもう、高いだけのやつ。高いだけのやつ、ね、頼め頼めって言って <laughs>。すいませんって、これローストでいうふうに、ウニ乗ってるやつくださいって言ったら、<laughs> あの、すいません、あの、ウニがもう終わっちゃってて、つって。<laughs> やごめん、ばでや、ごめんねって。ば <laughs> <laughs> でや、ごめんねって言って。 <laughs> <laughs> で、本当に浜出屋がそうしたら、うん、あ、じゃあ、おあの、生蠣食べたいですって言って、ごめん、山出屋って、なんか好きなものわざわざ作ってくれたんだって。<laughs> 食べたもう、<laughs> <れ>わざわざ作ってくれた。それはそれは食べたかった。いいの。本当に食べたかったやつだからいいんだよ、別に。もうすぐた。うん、この生蠣が6個乗ったやつ、いい、生蠣を乗せてくださいって言って。<laughs> 言ってね、お願いして。そう。で、ま、すぐ来てね。来たもそこそこでかいや揚6個持ってて。六6個あるからもう、もう、あの、に、食べてみたらもうね、うまいのこれがね。まあ、それは。うまいな。うまいよな。うまいよなって言ったちっ共用ててうまいよなって言って、うまいですって言って。よかったって。ほら、6個あるからもう、俺2個でいいからほら、4個食べろ山揚げってって。 誕生日だから。使ってたから。4個 ?4 個食べていいから、お前は。って、いつもだったらこれ、3個3個だよ。俺は2個でいいからって。山で4個食べろって。言ってね。うん。そこでもう、たらふく食べてね。ああ。海鮮で。ああ、よかったよかった。つって喜んでくれてる山田よ。つって。で、あの、出、出たんだよ。店をね。そしたら、山田屋が、あの、いや、めちゃくちゃうまかったです。ほんと、ありがとうございました。って。言うわけ。うん。 あれと思って。ちょっとだけなんか違和感あって。あれと思って。なんか、いや、もう一件行こうとは俺思ってないけど。なんか。気づいちゃったかなんか。なるほどね。あれなんか締めに来てるよね。うん。ちょっと帰りたかったんじゃないの山で。やごめん、山で。めちゃくちゃめんどくさい先輩だ。ごめんねーって。めちゃめんどくさい。本当にそうだめだったんだよ。いや、ほんと美味しかったです。岩井さんって。 ありがとうございました。でも、それみんな言うて、それで出たら、まず。いや、俺だったら、あの、締めの感じはちょっとやっぱ出さないもんやっぱ。いつもの山でやもういつもの山でだったら、うん、いや、うまいっすね、ここって、本当とありがす、みたいな。ほんっすね。次に繋げる、このトーンで言うけど、<laughs> うん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。<laughs> <だ>まありがとうございました。また <laughs> 私、また指名に来てるよね山根は帰りたかったんじゃんごめんね、2件付き合いしちゃって、ごめん山根やって。よし、帰るかって言って。ああ、もう帰ろ、帰ろ、俺も。もう帰りたかったんだ、俺もって言って。ビビっちゃって。言めてって。うん、本当に。もう、アプリでタクシー呼んであげるからって言って。俺の支払いでさお金払わなくていいやつ。帰ってくれ、帰ってくれって言って、押し込めて山をしごめん山根やって。って言いながら送りましたよね。いや、なんだよ。 なんかめんどくさい先輩になってるじゃん、なんか。めんどくさい先輩になっちゃったよね。ごめん、ね。まで。ごめんね。言ってね、今度から誕生日っと。ふなきーのトーンずーっと。ごめん、ふなきー。ふなきわかんないもんね。それでやめなきーじゃな誕生なんか言ってる可能性もあるしね。な 先輩誘われかかなあんね感じのこと言ってるかもしこないとこっちも気まずいからねうんごめんなって山屋がまず1回彼女に「ごめんな」って謝って山屋がまず謝ってるからね「ごめん山田屋ごめん」「ホンごめん山寺はホいいとこ違山これを山屋がまた聞いたとするだろ いや、岩井さん。いや、すいません。俺、逆にすいません。こっちが気使わせちゃったみたいで。すいません、岩井さん。なんか、ごめんなさい。ごめんなさい、岩井さん。そんなこと言わせてごめんやろ、ごめん。抜け出せないから、もうここ。もう、ずっと続くからね。ということで、すべての宛先は、ht-tbs.co.jp。原ラのターン TBS ラジオクラウドです。ございまございました。 後輩の誕生日とかなんてやったことないかなうんああ、ね、まあでもなんか <laughs> 後輩とかって常にんかこんなこと思うのも違うのかもしれないけど常に何かやってあげてはいるっちゃいるよねご飯はお金は絶対に出すし <laughs> お互いだから 持ちつ持たれつみたいなまあまあそうなんだけどお互いこうねこっちも来てもらってるしお金を出すっていうのは当たり前の行為になるかもしれないけどそうね時間を奪ってるしそうそうそれこそこれまたクラウド聞いてるかもしれないからね山田がごめん山田ごめんクラウドバージョンありがとういつもクラウドいつも来てくれてありがとうごめ落ち着いた感じんね クラウドバージョンちょっと落ち着いた感じで謝ってるそんな後輩もいないっすもんね澤部さんもねいないね誰が一番仲いいんすか後輩で俺最近あいつちょっと仲いいよお前がなんかちょっとだけ面白いって言ってたあの堀之内おいいいじゃんえあいつだろチャンンピオズの堀内

そんなやつ、ね、面白いね面白いよねうんそれこそ,そネタも面白かったしね <laughs> 面白かったよチャンピオンズはチャンピオンズねうんね俺は前の渡辺ナンバーワンみたいなのあったんだっけなんか事務所のなんかうん、うん、あのなんかライブ1位決めるみたいなやつ、うん、では俺割と好みだったけどねだいぶね、うん、漫才でこう、うん なんかね、そう特徴的なやつあけどねえあいつじゃないもんね一番長いやつは澤部ね違う違うあんなのってそれこそが何年か前の、うんうん、渡辺のそのライブで打ち上げでちょっとこう喋るゴリゴリってコンビだったった時の当時ね ゴゴリゴリの大ちゃんが好きだったからね俺はチャンピオンズの大ちゃんは大ちゃん別人だからそんな後輩いないよ今特にさらにいいう、ね、そうかそれこそちょっとやって浦島万太郎とかねあ浦島万太郎いるじゃんでももうそんな最近会ってないもんなあいつもなんか忙しいらしいよなんか浦島万太郎さ、うん、なんか CM めっちゃ出てるんでしょ CM の振り付けとか振り付け師みたいなのやってるから今あそうなんそうえド<ー>ンスいろんな CM の振り付けやったりとかなんかそうそれでなんかなんか弱ったりうまそうだもんなそう、うん、そもそもなんかドラマ出たりとかうん,ん CM の監督さんと仲いいみたいな<ー>で CM もなんかちょ,ちょい役でいっぱい出たりとか、ね、そうとかはしてんだよねみんなの高道は みんなの高道もあみんなの高道もそううこ家近かった時はたまにあってたけどねあれだよねプリンセス金魚も解散したあそう解散したよ、うん、あそうこの間ね朝朝のあれね「うん、ジップジップ俺ら そうニッテルジャックみたいなねあったなジップ出てた時に「ジップでそのコインランドリー特集みたいな、うん、コインおしゃれなコインランドリーが流行ってますっってカフェ併設してて、うん、流行ってますっていうところでね、うん、こ,んこんな人にも会いましたみたいなジップの,その V 見てたら、うん、なんかバーって書いてるなんかテーブルでなんか物書いてるおじさんがいてね「うん、何されてるんですか?うん」芸人やってるんですよ!」つってみんなの道が「芸人やってるんです」っって。 高道って言いますわみたいな一瞬ね写<う>ってたね急に出てきてね、うん、<coughs> 元気そうだったね高道もだって、えー、なんかちょいバズりみたいなしてんだよね TikTok をね TikTok でそうそう、うん、なんかさあ思い出したなんか、うん、この間、うん、事務所の下で高道に会ったんだよね、うん、で、うん、あのー、なんか おーって言って「うん、TikTok やってるんでしょ?」っつったら「うん、ああよく知ってくれてて」みたいな,、うん、なんかで澤部さんに、うん、あのなんかあの解散報告したときに、うん、なんかあのお互いなんか先輩後輩なしでタメ口できませんみたいな感じで、うん、なったら澤、うん、部さんも「まあそうしよう」みたいな感じになったんですよ って言ってたんだよ。高見違う。うんうん。でその話あった。なんかそんな話をしたな。なんかあったあった。いや俺が言ったわけじゃないけど。そうでしょ。うん。えそうだよね。絶対にお前から言わないよね。俺から言ったわけじゃないと思うけど。その高見から言って意味わかんなくな。いや本来ね。うん。もう。 下の方からね後輩先輩からいいんだったら分かんないけどもうラジでいいっすよねっていうことだもんねなんかそもそもよく分かんなかったんだよななんかプリンセス金魚ってもともと松竹にいたんだよねそうそうそうで渡辺入るタイミングが遅かったから俺らの後輩みたいになってんだけど厳密にはんか同期なのかもしれないみたいなそうそう もともとは本当に同期なんでね。うん、で NHK 新人演芸で一回会ってんだよね。うん、あそう。松竹時代のプリンセス・キングと俺ら決勝上がった時に会って「おーみたいな「よろしくな」みたいな話してんだ、うん、高道とかも。うん なんかもうお互い頑張ろうなみたいな。うん、つって次会った時にはもう「さあさん!」みたいな。うん、<laughs> いやそれ無理がありますよって最初俺も。うん、いやそれだって同期じゃないですかって。でも年上だから俺敬語だった最初。うん、いやだって同期じゃないですかって言ってたけど、うん、もうそれやめましょうみたいなのがすごい言うから後輩にしてあげたの。そえそうだよね。そ<う>でその関係性で来てって。うん もうやめましょうよっていうのって意味わかんない。それを、俺はだから、いじりというか、たまに言ってたんだよ。うん<あ>。いや、同期じゃんって。うん、それでなのかわかんないけど、だとしても、祝いに会って、うん、いきなり、向こうから言ってくるのはちょっとあれだね、うん、確かにね。え、澤部さん、なんからその、俺に言ってくるの、マジで意味わかんない。なんか、いや。 それってさ、澤部さんは、それ了承してくれましたよ。了承っていうかな。んか、岩井さんもそうしてくださいよっていうような、この誘導じゃないこれ。そう、おかしいね。どうしたその時。えその時どうしたん澤部さんがやってくれたんですよ。んかその、タメ口で行こうってなったんですよ、ですね。へーって。まあ、そうなるよね。それはね。へーだし、まず。別に。 うって、うんなんか昼出た？うんわかんないけど、なんかなんだろうね、なんだろ木が大きくなってるのがちょいちょいバズりして、いわいといわとなんかなかったんだろうな話す話題がその瞬間そうなのかなえでもなんかため口にしようって思わなくない？俺だったわ絶対思わない。うん。 だってタメ口で話してなかった人タメ口にするのほうがめんどくさいしそうねだからんかまあジョークだったんじゃないジョークかねこれねお互いに言ってんだよだって俺とさなんか俺とはノリでなんか言ってたんだよ多分ああそうなのそうそうたまにそれを祝いに持ってっちゃったんだよねだから多分ねああそうなのミスとしては。 うん、そういうミスかな,なかこの間あそうだこの間 LINE も来たんだよな,な高道からそうなんかあの <laughs> あのね久々にこんな LINE 来たなっていうやつだったんだけど高道からうん何あの僕の知り合いが岩井さんのことをめちゃくちゃタイプみたいなんですがご飯行ってあげたりできませんかっ々て <laughs> 久々<ー> <laughs>、うん 久々に聞いたわだろう何それ <laughs> いつのブラックメールのー <laughs> <laughs> 初期の、うん、何それ3つ来てますえあのその後ね、うん、厳密に言うと僕の友達のグラビアアイドルやってる子の子友達なんです <laughs> 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 いつの時代生きてんだあいつ、うん、えー、いやなんか まあ高道はでもそうだよねそういうやつだよな、うん、ノリはうんななんか俺さ、うん、そんなさ、うん、女の子をあてがわれて嬉しくなるようなタイプに見えないし <laughs> <ん>絶対にまあねうんだそれもやっぱりみんなそうだと思ってるのかな坪倉さん小カさんとつるんでもいるから高道って、うん そこと同じ感じで言っっちゃたんだなで人見てないんだろうなってもしくはんかいやだからその女の子グラビアアイドルやってる子の友達自分の友達のグラビアアイドルやってる子の友達を紹介するっていう話だからグラビアアイドルやってる子に そういう友達をその友達を紹介したら、うん、俺に、うん、一応いい格好はできるわけじゃないですか、うん、なんかそのためになんかちょっと俺そんなの好きじゃなさそうでも利用み,みたいなことかなとか思っちゃってさ確かにね、うん、だから、うん、なんか本当に送ったやつを言うね今ねあ祝言わいが、うん、お疲れおお、うん、そうなんだでも知らないこと 知らない女子と飯行くの気遣いし興味ないわ行かないってその子に伝えといてって <laughs> 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 まあまあそうねうん、うん、そうだねこの場合俺なんかそのまあ別にこのまま言ったんだけど、うん「ごめん」っていうのなんか違学ねってなんか思って「ごめんね」って「行かないわ」って<ー>なんで俺が謝んなきゃいけないのこれ何にも悪いことしないのにってまあね、うん、まあそうだね、うん、いや行かないわだけで、うん いいんだけどね。でこれきつく見えるけど。この文章って。でもごめんっていうのは全く違うよ全然きつくも感じないけどな。うん。なんか。うん。謝る必要ないよね。確かにそもそもあんなに謝ってたの山で屋に。さっきまで。山手屋ごめん。山で屋はごめんね、ほんに。高道は高道は。高道意味わからない。 <laughs> 意味わか,かんない。ん意味わかんない。高道行動は意味わかんない。<laughs> うん、高道裁判だなちょっとこれはな。うん。なんか。どういう意図なんだろうな。ね、<laughs> うん。なんか。考えが。読めなくない。高道って。あその。それこそ。なんかそう、本性を見えない。高道見えないしな。うん なんか明るいなんか元気な感じの、うん、振る舞い見せてるけど、うん <laughs> うん、目の奥死んでるそうそうだ <laughs> から作詞っぽいんだよなやっぱりちょっとこう本当のバカじゃないもんねんそうそう裏でなんかいろいろ考えてたのは、うん、怖いんだよなだからちょっとうっすらそうわ、うん、かる、うん、なんかそうだね そこ隠しきれてないところだろうね。うん、俺なんかその。<laughs> 不審に思って,って。<laughs> いや、目怖いからね、やっぱり。怖いよね。高道。うん。うん、確かにね。そう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 。うん、あーメール来てますよ。あ、そうですか。高道から高道。高道から、<laughs> からなナです <laughs> ちゃんとガバーナーあの香水のせいだよ <laughs> レッツゴーでしたっけ <laughs> <laughs> <laughs>